右払いの説明をいたします。右払いは3つのパーツに分けて考えます。1、2、3。1、少し横に行ってから2、斜めに折ります。2の最後で1回止まり、3で筆管を右に倒しながら上に引き上げていきます。45度、1、横に引っ張って斜めにだんだん太く折ります。で、2の最後で1回止まります。筆管を右に倒しながら上に引き上げていきます。収筆、毛の一本まで意識して描きます。右払いは払い切ってしまうと雑な印象になりますので、毛の一本まで意識して最後は切り離すというイメージで描いてください。起筆45度、横に移動してから斜めにだんだん太く、一度止まってから筆管を右に倒しながら上に引き上げていきます。最後の毛の一本まで意識して描いたら切り離してください。以上、右払いの説明を終わります。